どうも、YouTuber イナリッシュマスクマンのイナリッシュマスクマン TV です。さて、今回ですね、このイナリッシュマスクマン TV に登場するのはこれだ。じゃーじゃーじゃーじゃらーゴンゲン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 、はい、コカ・コーラプラスでございます。こちらじゃーん、特報のマークがついているコカ・コーラ、コカ・コーラ史上初めての特報マーク付き、そしてカロリーゼロでございます。イナリッシュ、カロリーゼロのコカ・コーラっていうのは今までにもあったと思いますけども、今回コカ・コーラ史上初この特報マークがついてます。まあ実際ですね、こう原材料パッと、見ますと、まあいつも通りいつも通りって言われてますけどね、はい。まあ、ただこのデキソリンっていうのはね、はい、あ、なんか見たことあるなっていう感じでございますけど、これ食物繊維、これが一番メインで入ってて、まあ、これがまあ特保のね、まあこうたらしめたそんな素材だと思います。じゃ実際こう普通のコカ・コーラと比べてどんな味がするのかちょっと飲んでみましょう。企業 CM 来るためにこうあれやね、コカ・コーラのマーク見えるようになるんだよね。うん、ああすごい、はい、コカ・コーラね、独特のやっぱこう炭酸のね、きつさとこう切れ味があります。でコカ・コーラ自体はこう0キロカロリーとかね、はい、コカ・コーラゼロとかってやっぱこう飲んだ後独特のこうダイエット甘味料の甘みがあると思うんですけど、これねその飲んだ後の独特のダイエット甘味料の味がしない、うん、少ない、非常にこういわゆる赤コーラね、はい、カロリーゼロじゃない赤コーラに非常に近い味わいがします。まあこれしかもあれでしょ、コカ・コーラプラス当然カロリーゼロですけどもね、ここに特報、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を、ね、穏やかにする、もう0キロカロリーにプラスして特報のマークがついたってことはもうある意味これあれですね、カロリーマイナスの飲み物でございます、ね。まあ、もちろんここに、ね、書いてありますけど、のたくさん飲んだからって、ね、痩せるわけではございませんけども、まあ、カロリー気になる方はぜひぜひご賞味ください。というわけでございまして、今日のイナリッシュマスクマン TV はコカ・コーラプラスカロリーゼロ、しかもコカ・コーラ初特報マーク付きのコーラでございました。イナリッシュコーラが邪魔、はい、まあね、僕ら中性脂肪図にとってはですね、まあ、0キロカロリープラス特報マークはもうマイナスカロリーと同じ。イナリッシュ